村山事件は、朝日新聞社で1963年12月に、表面化した、社内紛争。1963年3月、朝日新聞社と東京国立博物館が共催した、エジプト美術5000年展の場内で、当時の朝日新聞社長、村山長隆の妻が、天皇、皇后に近づこうとした際、宮内庁職員に制止されたことで転倒して、骨折したとし、 同社編集部に、区内庁球団キャンペーンを指示したものの、編集局は調査の結果、妻の言い分は誇張だと判断した。このため、1963年12月24日の、朝日新聞社定事株主総会で、同社の株式40.5%を保有する、大株主の村山社主課は、販売部門の最高責任者である、長井大蔵常務取締役、 東京本社業務局長を解任した。これに対して同社の業務関係役員らが全員辞任し、全国の新聞販売店が朝日への新聞代金納入をストップした。紛争は編集部門にも拡大して、村山が翌1964年1月10日に取締役東京本社編集局長の木村照彦、 北海道支社長へ左遷する事例を発すると、木村は北海道への赴任を拒否した。村山は木村の公認人事の事例も発令したため、東京本社では編集局長が二人いる異常事態となった。そのため、同1月20日の役員会で村山社長を辞任し、西部本社担当に左遷されていた広岡ともら4人の取締役が代表取締役となった。 公認社長には、同年11月17日、全日空相談役となっていた、元常務取締役で、朝日新聞医者顧問のミドロショー昭一が就任し、同日付で専務取締役に昇格した広岡が、論説士官の森京蔵らと組んで実権を握った。広岡は1967年7月21日に、社長となり、朝日新聞社の経営から、 村山家を排除する路線を推進した。また、事件まで、朝日新聞最強の実力者で、施設常務と言われた、政治部次長三浦孝志にが、社内で後ろ盾となっていた、村山、長井、木村を一気に失って失脚し、1965年3月に、日本教育テレビ取締役に転出する原因となった。桃山栄太郎、族、現代巨人列伝三浦孝志に。 喧嘩師と見えて、遊泳網舞、六本木の方を174から176ページ。笹勝明、朝日の角さん三浦講師2の戦士216から218ページ。ありがとうございます。